韓国国会議員が日本を挑発日本は北朝鮮のようだ絶対に謝罪させる本日韓国の高大系国会議員が火器管制レーダーの照射事件に対して日本はまるで北朝鮮のようになったみたいだ文在寅大統領と韓国の国防部はこの問題に対して日本に厳重に抗議し必ず日本の謝罪を受けなければならないと フェイスブックにて主張したことが明らかになりました。こちら、そのお言葉をそのままお返ししますとしか言いようがないんですが、韓国が北朝鮮のように自衛隊の哨戒機に対して下機管制レーダーを照射し、攻撃動作を取ったことは自衛隊だけではなくて、米軍も確認しております。 これはありえないことであり、韓国政府が正式にこの事件を認め、謝罪するまで、また再発防止策を取るまで、日本政府は韓国を追及し続けることになるでしょう。韓国軍が、韓国政府がこの事件を認められないのは、このいった事件が起こってしまったと認めた場合、事実上、韓国軍で、 反乱が起こっているということになってしまい韓国政府が韓国軍に対して文民統制を維持できていないと世界に知れ渡ってしまうからです韓国ではたびたび韓国軍による空出たが発生しました現在も韓国軍では空出たが発生しないように厳しい監視が敷かれているんですがその中でも監視が弱い 韓国海軍、この軍艦の中で、今回のような事態が発生してしまった、これを認めるだけでも、韓国政府としては世界中に恥をさらすことになりますので、認めることができず、このように逆ギレして、日本政府に対し、さまざまな誹謗中傷を繰り返し、さらに挑発を行ってきている。 このような状況にございます本日別の動画で詳しくやらさせていただきますが本当にですね韓国軍が非常に危険な状態にありそれを韓国政府が掌握できていないということがこの韓国軍による火レーダーの掌握できていないということがこの韓国軍による火器管制レーダーの照射によって明らかになってしまいましたので韓国の国民の代表である国会議員であればそういった危険な韓国軍を どうすればいいのか、しっかりと考えていただき、こう、大慶さんは日本を批判するのではなくて、早急に韓国軍を正常化させるためには、何をしたらいいのか、しっかりと考えていただいて、行動に移していただくように、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました